どうも、クライオンです。今話題の画像や映像をお届けいたします。くつろいでご覧ください。そして、チャンネル登録もお願いいたします。さて、まずはこちら。あなたの力になりたいならぬ、力になりたい。昔はね、こんなに爽やかだったんですが、いつの間にこうなっちゃったんでしょうね。変われば変わるもんですね。続いてこちら。まあこれもね、今回またトレンドに上がっていた点なんですが、まあこれを取り上げると間違いなくこの動画もまたね、規制されてしまうんですけども、まああえてトータルニュースワールドさんがこのようにツイートされています。36度、熱中症警戒アラートが発表される中、東京ではかなりの人がちょめちょめ着用。デマの総大将ですね。厚労省ですら、屋外ではほにゃらら推奨と言ってるのに、どうなってんのみんなってことですよね。まあだからこそね、この方も覚えてますよ。ネットでこのようにツイートしてます。まあただこの件もね、言っちゃうともうさらに規制されてしまうんで、まあ、皆さん気になる方は読んでおいてください。まあ結局ね、まあそういう社会になってるんで、まあ、このような格好をしている人が、その辺うろちょろしててもね、みんな誰も不審に思わないわけですよ。まあ、様々な、犯罪の温床になりやすい、ということにも、言えると思います。ということで、これはね、今回どういう内容かというと、レクサス LX が約60台盗まれたと。ということで、レクサス LX を集中的に狙い、窃盗を繰り返す男を逮捕。愛知県内でレクサス LX ばかり約60台が盗難された、盗難にあった男が関与か。まあ結局ね、そのうちの1台にこの犯人も乗っていたようですが、転売目的でしょうか。どれくらいの値段で売れるんですかね。海外への転売でしょうかね。まあその辺詳細はわかりませんが、ちょっと読んでみましょうか。逮捕された男は高級車レクサス LX の複数の盗難に関わっていた可能性が、窃盗の疑いで、名古屋市中村区の柴崎誠樹容疑者26歳が逮捕された。警察によると、柴崎容疑者は、今年6月、埼玉市内の駐車場に止めてあったレクサス LX を盗んだ疑いが持たれている。警察は認否を明らかにしていない。柴崎容疑者は6月に偽造ナンバープレートを付けた車を運転していた疑いで逮捕された。その際に車を操作したところ、盗まれたレクサス LX のナンバープレートや、約100枚の偽造ナンバープレートなどが見つかった。今年、愛知県内ではレクサス LX が約60台に盗まれていて、警察はその一部について、柴崎容疑者が関与していると見て調べていると。ということで、確か、愛知県の有名 YouTuber も、盗まれてませんでしたっけ。まあ最後は笑って終わりましょうか。昔話、竹取物語で竹の中から出てきたかぐや姫を見ておじいさんはどうしたでしょうか。はい、じゃあ豊さん。素通り。素通り。あ、素通りね。そうじゃなくて、竹の中に可愛らしい女の子を見てね、びっくりしたおじいさんはどうしたでしょう。はい。塩こし。塩こし。そうじゃあれないんはですね。あまりの可愛さにどうしたんでしょ忘れるの。いや、舐めて困るんですよ。はい。飲み込んだ。飲み込んじゃった。ベロリンチョ。ミニキャラクターのバンボは他の像に比べて何が大きいでしょうか。大便。ちょっと待ってくださいね。そんな汚いもんではないです。うんこちゃん。可愛く言ってもダメです。ちょっとお茶を飲ませていただきます。大ヒントです。いいですか？さあ、何が大きいでしょう。はい。カマキン。僕に天使の背中には何があると言われてるでしょうか。愛しよう。綺麗だけど違います。そういうことじゃなくて、何かが生えてるんです。
背中に入るもんですよ。豆もやし。ハロハロ大根。スポーツの問題です。昨年アテネオリンピックで金メダルを取った水泳の北島康介選手がインタビューで言った有名なセリフは何でしょうか。はい。勝ったぞ。超なんとかって言ったんです。超なんとか。蝶々が怪しい。蝶々の問題じゃないんですけどね。村長の技だった。村長も蝶々も関係ありません。蝶なんです。蝶よ。